どこめちゃめちゃ鬼越えたな、はい、すいません、こんなしょうもない店行こう。俺もそういうのいいんじゃない。ジュニアさんが兄弟芸人感は全く出てないですよね。やっぱそこでミキとかやっぱめっちゃ中川家さんとかってやっぱ出まくってるじゃないですか。兄弟が強いコンビと その、うん、それが薄いコンビいるよね。はいはい、そうですね、うん、確かに漫才だと結構なんかわちゃわちゃして兄弟感めっちゃ出るんですよ、中川家さん。うん、でもコントなんで、うん、なかなかそこってあれですね、あんまり確かに確かに喋んないというか真逆ですもんね。でもじゃあお互い別々で親と連絡取り合ってそうやな。ほんででも次優が二十歳やん。そんなに俺ら見た時もあんなにちっちゃかったっすね。だってあそっか、ざっくりの時8年前だ、もう12歳ぐらい、うん、まだそうですよね、うん、そのぐらいの話とかは聞いてた、うん、しかもよく出てた頃って本当に小学生の頃とかですね。そうそう、あもう二十歳やから、はい、あっちの血原家、こっちの血原家と全部集まって、なんかやりたいなみたいな話をして、うん、いいっすね、一泊とかで、どっか一泊で、うん、進路相談とかは結構されたんですか。いや、進路相談はないな、はい、こっちの業界に入りたいとか、なんか、ね、それはない。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。あ、そうです、山本鉄板で、うちのもう一番の名物料理ですね。もう本当に、ね、多分開店当初ぐらいからあるよね。うん、ある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 ここはな、時間は何時何時なの。基本的に5時半から12時くらい、ね、そうそう、前は5時半から12時だったんだけど、はい、まあ母がほとんど一人で働いている状態なので、はい、だから私も体力持たないから5時から11時です。あ、でもお客さんがいたら伸ばすって感じですね。そうそう、これめちゃくちゃ美味しいです。嬉しい。それ、あ、山本鉄板。山本鉄板。嬉しい。よかったね。恥ずかしい。今日でも不安だったし、料理だけが不安要素。そうですね。美味しいって言ってただけ。義理と人情だけでやってるんで。そうですね、めちゃくちゃええやん。うん、さっきまであの常連さんがいたんですけど、誰も料理食べない。一杯だけ飲んで帰る。遠目から見てたと思いますよ。あ、せめて顔だけ。うん。顔だけでも見たいって言って、ね、まあ、そのジュニアさんにあんまり合わせたくないお客さんもいるんですよ、やっぱり。そんなことないやろ。歯が抜けてる神セブンっていう、はい、7人いるんですけど、歯が抜けてない、はい、抜けてない神セブンっていうのがいるんですけど、うん、ちょっとその方たちはちょっと合わせられないなっていう、さすがに。そうですね、なんだこの店はってなっちゃうんで、神セブンが。一回その歯が抜けてるお客さんが多いってことで話題になったの、うん、ダウンタウンデラックスで取り上げてもらったんですよ。それでその歯が抜けてるお客さん見たいっつって、新しいお客さんが来たんですけど、新しいお客さんに歯を見られるのが嫌だっつって、歯抜けてるお客さん歯入れちゃったんですよ。入れ歯入れて、今日もね、入れ歯入れて、何の価値もないお客さんなんだよ。だから歯がないのに、わざとええひれを頼んで、蛇みたいな感じでこう溶かす感じで食べるんですけど、そうすると店にずっと居座れる。なるほど。だからね、計算でないクズが一番よく一品で、一品で、で7時間ぐらいいますから。でようやくね、金ちゃんこうなんかちょっとテレビで見ましたっつって来たお客さんとかも常連が埋めちゃってるから。そうですね、だから一元さんも来るんですけど常連さんがいらっしゃるんで、入られのか。で客単が一回650円ぐらいの時あって、どうやって生活するんだこれ。はい、250円で4時間ぐらい。一杯とええひれだけでいい。スタバやろ。そういう店なんですよね。でも常連さんはあんまり無限にできないもんね。そうだから飲まなくても、だからもうみんな同じ扱いです。なるほど。ここで支えられてる人がいるわけやいっぱい。あ、そうですそうです。ね、はい、このお店があるから。でももう時間大丈夫なの。全然大丈夫です。全然大丈夫。これ終わりは全然大丈夫。はい、これ上げてきました。違う違う、お店のやつ。あ、それ全然大丈夫。うちの、あの、はい、うちの店ってフリー素材なんで、はい、何でも大丈夫です。はい、今の朝まで大丈夫ですもんね。いやらしかったね。いやらしかった。そういうちょっと、おじいちゃんたちを、色気で騙してる。やめろもう。母ちゃんそんなことしねえわ。はいはい、お母さん目当てで通ってるおじいちゃんがいたもん、ね。チャンス大城さんが、うちの袋、いや、ええー、なーって言って、ああ、ええー、なー、なんか、おやさん亡くなったら言うてなーって。チャンスだよ。なっちゃうぞ。余計長生きしちゃう。全然いけるわーって。いいね。でもどう
せあれだろ、最後にジュニアさんと写真撮って飾りたいんだろ。そう、理由タイプ、さっき、まあまあ、さっきこそこそ話してたんですよ、まあね、メイドの土産に絶対撮りたい。メイドは撮れるやろ、絶対撮りたい。まあそれはね、あと、あと何だ、あのおすすめ、おすすめ息子、あ、こっちもあんねん。こっちもあります、はい。あ、こっちもあんねん。はい。で、ゴーヤチャンプルは、うまいんですけど、あの、ゴーヤがないとき、ピーマンで出てくるピーマンチャンプルで、はい、緑のものだったら、ね、今日もある。これ、今日ゴーヤチャンプルある？ある。あ、じゃあゴーヤチャンプルですか。はい、はい、はい。あれなんだ、最強、タイの。大きめ鯛の最強。美味しいですよ。はい。あ、それもお願いします。はい、ジュニアさん、カラオケとかって歌われるんですか？カラオケ、全くない。歌のイメージないっすよね。めちゃくちゃ美味しい。そういう意味じゃ、じゃあリズム感があんねや。まあ一応なんかそうっす、それなりになんか受け継いで、最近歌の仕事も多くて、ちょこちょこ歌ってるんですけど、で、まあ、持ち歌もね、お父さんも呼ばれるんですよ。だからあの鬼レンチャンとか、あの千代さんがやってる、はい、で歌ったりとかするんですけど、はい、自分の曲緊張で忘れちゃって、はい、一言もあの発せなくて、そのままドーンと終わっちゃって、はい、放送事故起きて、めっちゃスタジオで受けたんですけど、親父やっぱお前歌手なんで悔しい。しくて、なるほど、はい、よかったですよね、お父さんお母さんにお目通しできて、いや、はい、でもざっくりからもう8年も経つんですね。あ、そんな経つんですか。いや、そうですよね、救われたもんね、本当に救われたよね。何をしちゃうんすよ、とんでもない。でも最近は何にも、そんでももう、いや、もう息子はもうね、青くなって帰ってきてね、はい、いや、もう俺たちもう会社の喧嘩した日ですね、もうやめさせられるかもしれない。あ、本当の喧嘩の時なんかやめてさせられるかもしれないですけどね。こう言って、まっちゃんと帰ってきてね、いやー、本当に作ってもらいましたよ。いやいや、本当にね、ほんまにもう、どつき屋で喧嘩したらしいですよ。いや、本当にね、ほんまのガチの、ね、小指が口入らなくて噛みちぎれる。でも本当、南川さんとかとも今、だに話すと、ね、あの時がなかったらちょっと、まあ賞レースだけじゃないですか、若手がピックアップされるの。ざっくりの最終回だったら僕らと南川さんの、そうちょっとね、はい、あのシステマがね、そうシステマ等で企画だったんですよ、喧嘩で。あと小掛屋さんとかもね、うん、あざっくりハイボールの時の最後の、はい、8年経って本当に救われましたね。私これが全然隠れてない渡辺君おすすめ。そうですね、すすはい、無駄に切れ目入れ、肉汁が全部逃げてます、はい、逃がして肉汁が逃がして。でも、あれ渡辺さんとか絡んでましたっけ、あの、白黒アンジャッシュですか、はい、あ、美味しい。あ、本当すか。普通のあれじゃない、チョリソー、だあの、ピリ辛の美味しい、はい、美味しいよ。これでもチョリソーが美味しいだけでしょ。あれちょ、まあ、買ってきてチンしてたらやん。買い酒屋ってええなぁ。そうっすね、なんかもう、食えてない時にようここに来て飯を食わしてもらったけども、うん、これあの、お金ない時とかめちゃくちゃになりましたね、うん、働いてたもんね。そうそう、働いてました、ずっと、うんうん、でもやっぱ芸人ですってあんま言えなくて、私の交通事故の後に入院してた時、中に呼吸時に息子が、手伝ってくれたんですよ。だから助かりました。ママ、でもあれなんで広和があの時期手伝ったか知ってますか、前に。なんで手伝ったか、はい、僕と解散してたんですよ。NSC 卒業してすぐ解散したんですよ。はい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 。一回解散してる。一回解散してる。めっちゃ仲悪くて解散してて、はい、で、芸人やってない時期やったんです。その時に働いてて。はい、でも僕はもう戻りたいからなんとなくアプローチかけてたんですけど、でもこいつはそのもったいぶって、あ、ちょっと今店が忙しいからって。もったいぶって。最後。でも僕はちょっと、遠目にこの店来ると、いや、忙しいわけねえだろう。でもそれあったよね。いや、そうですね。このどっち忙しいから、本当に芸人フェードアウトしかけた時あって、そうなんですよ。でもそれでもまあ、うん、そうですね。もう一回やろうっていう話になって、再結成して、多分、先生2年後ぐらいに、ほんとざっくりで、そんな爽やかな話じゃないですよ。こいつ、僕がもう一回組んでくれって言ったら、分かった、じゃあ土下座してくれって言って、で僕土下座したんですよ。本当にもうここで組まないと、もう二度と組めないってこと。土下座したら、こうやって顔を上げたら、もう一回やり直そうって言うと思ったら、土下座して、こう顔を上げたら、こいつ動画撮ってましたから。はい。いいよ。いや、それで。いいやん。これ、あの、なんかいろいろ、なんかあった時出すから、みたいな。その時は本当辛かったですね。なんか、その解散して、もう一回やる。
あのストレス10円半減できちゃって、はい、そのひどかった境が、まあまあまあ、そうですね、で NSC 病というか、はい、尖りまくってちょっと NSC で評価されちゃったんで天狗じゃないですけど、はい、相方に辛く当たるみたいな時期なるほど、でもそれで解散するってなってもお父さんだけはもうこの芸能界に苦労、俺は何回も苦労してるから、まあまあ、組んだあの子じゃないとダメだよみたいな、お父さんは、あこの子はいいと思ってたんですか、はい、絶対二人じゃなきゃダメって分かってましたね、自分で売れる能力はないけど眼力はあるんですね、あ僕はいろんな人を壊ってマネージャーで売らす能力はある、自分はもうダメだ、その見た目的にもこの二人じゃないとダメだよみたいな、いやこの見た目、この厚み、もうほんまにえ、ちっちゃい時から同じとこで育ってたらおかしいやんけみたいな感じだもんな、よく言われます、最初に言われましたね、うん、地元の友達みたいだって、僕らもだから関西の方との関係性が全く ないんで、東京 NSC なんで、まあ、ジュニアさんが初めてで、でも緊張してましたけど、やっぱ最初なんかやっぱ東京で始めると関西イコール敵じゃないですけど、なんかあのちょっとあるの、ちょっとあるんですよ、なんか感覚が、はい、苦手じゃないけどね、確かにあったっすけどね、そんなにだから世話をしてもらえると、うん、だから僕らって結構甘やかされてると思う、ね、確かに他の人がジュニアさんが、うん、あの怖かったみたいな話しても全くピンとこない、全然ピンとこないですね、なんかあったんですか、昔尖ってたってよく言われるじゃないですか、一回見てあったんですよ、ちょっと丸くなるみたいな、わからんな、自分はもうなんか年齢とともにこう普通に生きてる感じやけど、うん、そのなんか昔の話が本当にバチバチだったっていうのが信じられないというか、まあ、今のこの若手の芸人同士と当時の芸人同士は違うな、はいはい、あもうだからジュニアさんたちだけじゃなくてもう周りが全員がバチバチでっていうことですね、同期ともじゃあバチバチだったんですか、今でこそフジモンとか RC とか長いけど、はい、もう全然もう一切20年ぐらい仕事したことなかったから、あマジっすか、デビューして、うん、もう向こうは手転送で行ってみたいな、うん、そうなんだ、うん、でも早めに東京には来られましたよね、結構でもそうやな、まあまあそうやな、そう完全に藤本さんと今めちゃくちゃ仲良さそうじゃないですか、そうやな、まあ仲良いけど、はい、当時は、20年経ってからすごいな、まだ俺ら13年目だから、その後でもあと7年7年ぐらいやってから全くニューヨークとかで口聞かないでいきなり20年目で仕事するとか仲良くなるみたいなですもんね、うん、はあすごい、大阪東京の距離が今よりもっとこう遠かったからね、ああだからそれがいまだにあれはないないなんて俺34回しか仕事したことないからな、え今もですか、うん、それはやっぱりなんかその昔のその関係性みたいなスタッフさんが気遣ってるとかあるんですかね、あどうなんやろ、なんかあんまりなんかねんそのイメージがないじゃないですか、うん、え昔マジでバチバチだった芸人とかもいるんですか、こいつらと仲悪かったなみたいな、いるやろな、まあ俺でも後で聞いたら、はい、その東京の芸人と、はい、俺ら当時ボキャブラとかの時と、はい、こっち、はい、俺ら東京大阪でこうバッてなって東京来るみたいな時にこう番組とかでネタ番組とかでこう会うってなって、あいつ何やねん、あいつめちゃくちゃ生意気やな、あいつほんまに芝居たのかボケーって東京で言うてたのは小坂大魔王小太郎むちゃくちゃ丸くなってますね、いや俺をえあちょっとジュガさん持ってる、俺を、はい、うーしたろうと思ってハートペンあーだから三和田さんから聞いた、はい、その当時はー変わりますね確かに昔は確かに尖ってる時代もあってみたいなことですよね、だからでも僕らは本当にあの関東関西の番組見ずに育ったんで、うんうん、僕らが見てる頃はもうジュニアさんがだから爆笑問題さんとかと番組やられたり、うん、なんかそのうまく爆笑さんはすごいこうよくしてくれて、最初から、うん、太田さんとか好きっつもね、うん、いや確かに確かに、そのめっちゃとっつきにくいようでとっつきやすいじゃないですか、うん、爆笑問題なんかあんまりこだわりがないというか、うん、確かにその時だから東京の例えば極楽さんとかともなんかあんまりありましたよね、なんかその道中は加藤さんも3回ぐらいちゃうかな、いまだにすごい、へえー、
ごいね。これからなんかありそうですけどね、なんか。まあね、お前らの方がいっぱいあってんじゃん、加藤さんとか。あ、そうですね、そうですね、確かに、はい、スッキリとか山本さんとかも、山本さんもよくケイチョンチャンネルとかで、やっぱその、うん、やっぱネタ頑張らずに売れた人たちなんで最終的にあの、お前らネタ頑張れよって言われても何にも響く必要がないから確かにね、極楽さんとか、はい、ロングさんとか、極楽さんは、はい、このラインですね、まあ、一回りょうさんと釣りのお仕事で長時間一緒にいて、空き時間ずっとりょうさんがなんかお笑い論語ってたんですけどなんかあの、すごい薄めで見てましたあの、この、ねなるほどなるほど。あの大手さんってめちゃくちゃお笑い好きだった、ね、お笑いめっちゃ好きだ、ラジオ聞いたねとかめちゃくちゃ言われたけど、はい、ロングのネタは俺が書いてたみたいな感じで言ってたけど、はい、確かに YouTube にも残ってないし見たもネタ見たことないし、まあ、闇営業問題の後だったんで、そうですね、なんか花束渡してるだけだったんでね、はい、リョウさんもごぼうの通り先に花束芸やってます。関西対関東とか、だから昔の話とね、なんか面白いです、ね、論文さんとかとかも全然あれですか、なんかあの共演とかないですか。あの、いや、論文はもうめちゃめちゃあるよ、はい、俺がロンハーに、ああ、はい、そう、今、今でもそうですね、昔はでもそうか、誠司さんは誠司さんでやっぱ人があって問題を起こしてた、他の芸で揉めたりしてた。いや、誠司は揉めてないと思うね、あいつはみんな、あいつピレても何しても、もうそれでもう次追ったらもうリセットする。一番まあスッキリする、分かりやすい性格なんですね。そう、確かにあの人天才だと思うのが、やっぱ芸人誰しもがこの社長面倒くさいと思う社長がいつの間にか誠司さんと接すると誠司さんのことなんか誠司の兄貴みたいな感じで、あれ才能ですよ、あれはもう。いや、すごいな、いつも絶対多分ジュニアさんはそういう社長と絡みたくないし、うん、俺はもう無理やな、誠司さんやっぱ嫌、ね、な作家にあの結末としてやばいよ、はい、ホームラン誰でしたっけ、檜山のホームラン、檜山のホームランっつって例えばワールドカップとか行っても、はい、多分各国の一流選手とツーショット撮ってくると思うよ。確かにもう何の興味もないけど、ね、ツーショット撮ることに関しては、はい、やっぱパッキャオとの通称とか僕震えましたもん。でも価値分かってないわけじゃないですか、多分パッキャオの価値というかそれはさすがに分かってないよ、はい、あいつマカオ行って、はい、本当にほんまに政治やって言って、うん、言うたからなんか分からんけど向こうが、うん、最終巻もなんかパッキャオのマネージャーみたいなのに、うん、政治やっつったら、来てマネージャーが寝てたパッキャ起こしに行ったすごいよ、なんか来てる、や誰や政治が来たら誰やそれで、ね、パッキャが目こすりながら出てきた、うん、政治のパワーすごいっすね。いや、すごい、ずかずかいけないですもんね、あんな普通は、すごいよ、やっぱり。いやー、ジェネザボクシング好きじゃないですか、うん、誠司さんでそこまで多分そこまで、ね、うん、詳しくないからガンガンいけると思うんですけど、うん、ジュニアさんからしたら、いや、そんなのすごいなって感じですよね。そう、いかねえ、こっちは。いけないですよね、あんだけ好きやったら。唯一羨ましかった話で言ってますからね。あれはね。すごいよ。兄弟でもそんだけ。いや、まあ、正反対ね、この間も、はい、なんか、行列ができるラーメン屋で、食券なんやね。でカップルが、誠司が食べてたら、カップルが来たやで。で、開けて、その寒い日に、彼氏は食券の前、うん、で彼女はその店の外、うん、で、何にするって言うてんねん、うんうんうん、めちゃくちゃ寒い、うん、あいつバーって言って、無言で、彼氏と彼女の間の扉をバーン閉めんねん、うん、ほんなら、こいつらが何のリアクションもせえへんねん、うん、どう思うって、そこを笑いどころにしてんだけど、うん、いや、違うと、それ、いや、頭おかしい来たっていう、お前が後にそのカップルに笑い話にされてんって、うん、それをほんまに思ってないねん、はぁ、まあ、っていう話を優にしたら、優が嫌い
ガサツなとこあるっすね、多分ね、もう。でもあいつの中ではその寒い人たちがいっぱいいる、うんうんうん、これを守ったのは俺やっていう、確かに、なるほど。それを気づいてないのおもろいっすね。政治家になってほしい、逆に。エネルギッシュだから。あの兄弟で笑いのツボって一緒なんですか？いや、あんな、ちっちゃい時に一緒の時あって、うん、ほんで、政治が俺の言うことでめっちゃ笑う時あって、うん、それが結構あいつの原風景にあって、うん、俺のことを指すたいと思う。あ、もう面白いと、弟は面白いと。俺小学4年か5年の時の修学旅行のちっちゃい版みたいな、うん、なんか林間学校みたいなやつを行って、神戸のボートタワーに行って、他の学校の生徒と喧嘩になって、その時にうちの学校でめちゃくちゃあのイケイケって言うてたやつが、もう急に大人になった。こいつめっちゃ出さないみたいな話を家帰って言ったらめちゃくちゃ笑って、おもろいなそれみたいなのが、多分政治に俺が、あ、こいつおもろいかもって思ってもうた瞬間だと思う。それで連れて行こう、うん、それやっぱジュニアさん的にもあれ政治さんが笑ってるっていうので、うん、ちょっとウケてる、思う、嬉しいんだなった。人笑うってこんな嬉しいんだって俺多分そんな思ったと思う。政治さんが NSC に誘ったって有名な話ですけど、その時にその両親は、うん、建築士ですよね。設計士結構ちゃんとしてる、一級建築士ですね。あの下級演歌歌手じゃないわけじゃん。一級建築士の家だから、下級演歌歌手だったら、はい、芸能人。ね、あの下級演歌歌手じゃん。上級は三河さんとかですよ。下級演歌歌手だったら、お笑いやるって言ったら、まあまあ。親父が一番笑ってるわよ。ウケるよ。一級建築士の家で、あの例えば高校生、中学生の、あの兄弟がもう両方ともお笑いの道行くって どういうめちゃくちゃ安定されたですよ、ね、だって俺言うても、まあ、中高一貫の進学校行ってたから、うん、ああそうか。じゃあもうもったいないというよりも、うん、まあちょっと卒業する、ね、してからだろうって。誠治さんも結構頭いいとこ行ってたんですか？いや誠治は全然普通のもう学校で、誠治はもう、まあ、今は全然ある、ね、今は全然ある、ね、当時30何年前はその学校はこう普通有志鉄線は外から部外者が入ってこないように外向いてるのは中から脱出しないようにってうちに向いてるフリーズブレイクみたいな自分のところのセンスを持ってる。どうやねん、全然向けじゃない、全然向けじゃない。今月の木曜廊下にタバコを捨てない。自分の生徒全然ないよ。クロースみたいなことですよね、もう言うたらもう。昔だよ、ね、昔の。もう今は全然違う。でも政治のすごかったのは、そんで政治の家がたまり場で、そういう学校でも、すごい勉強できる人も、すごいやってない人も、全員がたまってた。で、間取って、そのめちゃくちゃ勉強できる子と、めちゃくちゃやんてた子が仲良くなったりみたいなのを、政治がこう、中華街中華街が政治権だ、政治権、政治権、その頃はコミュ力やばかったんですね、うん、でお父さんとかお母さんに反対されて もとりあえずお笑いの15歳からやるって、うん、今思うたら、いやちょっと自分も子供できんだよ、うんうん、もう5歳、10年後にこいつ芸人になるって言って、こんな子供を、うん、要はそれも大阪じゃないから、うん、京都のほんまのど田舎からよう生かしたなと思うよな、生かしてくれたなと思うけど、うんうん、その当時お笑いやりたいみたいなのも親御さん言ったんですか？俺はもう全くお笑いなんかやる気なかった、はい、やる気ないというか、はい、学校行ってなかったから、はい、家からとにかく部屋から出れるなら何でもええわみたいな感じで、それがたまたま芸人やったわけで、せいさんが連れて行ったんですよね、うん、いきなり。俺もう、はい、全く漫才とかコントとか見たことない。見たことない。でもお笑いも知らない状態だったんですか、うん、その頃、まあ、その後お笑い知っていくじゃないですか。うんうん、ってなった時に、ジュニアさんが、いや、この人たちおもろいなって、その若手の時に思った人たち。重心無垢でお笑い興味なかった人が。誰、はい、
その時に、はい、やっぱりなんかわからんけど、先輩吉田ヒロさんの、はい、吉田ヒロさんの引っ越しを手伝うっていうので、はい、バッファロー五郎とか、いろんなこう芸人が、若手が、手伝いに行ってる中で、そのマンションの8階に住んであった板尾さんが、引っ越し終わったか、みたいなね、お辞儀あって、はい、で、お前明日俺2時から、時間借りるから、うちに来てくれ、はい、って言って、はい、って、いっぱいいる中、板尾さんが俺を何かしらやろうって言われて、そこからピンポーンって言って、ガチャッ。なんやって言われて。はぁそっから始まりやねんけど、でも、やっぱ百三十さん、板尾さんはもう、なんかこう、初めて見る面白い。百三十の面白い方ですよ、ね。おやめろ、お前。そうや、もう、もう、めんどくさいよ、お前。生産したんだから、もう仲直りです。お前の時に生産したんですけど、二人でユニットコント二組でやったんですけど、むちゃくちゃ滑ったんですよ。はい、浜田さんしか笑ってなかったです、マジで。ダウンタウンさん。あんま笑ってなかったよな。いや、そんなことないですっつって、ちょっと打ち解け、はいはい、今も、今、今仲良くさせて。今も、マルコポロリ。マルコポロリ、ね、はい。あれ、本郷さんは どんな方だったんですか、昔。いや、でも、その時も、はい、なあ、うん、師匠の相方やからね。はい、ダウンタウンさんの金魚の糞と同じぐらいの感じでした。そんなことない。全然違う。全然違う。全然違う。その頃からずっと板尾さんも。板尾さんどう？板尾さん、ダウンタウンさんはどういう、あの、つながりその時はもう、もちろんお会いしたこともないし。うん、もう東京だったんですか、その時。もちろん、もちろん、もちろん。で、板尾さんは、全然前ぐらいで、そろそろ始まるかなぐらいの。ああ。俺も板尾さんに15からずっとくっついてるから、うん、なんかこう忘れられへんシーンが何個かあって、はい、あ俺のなんかこう芸人のなんとなくこう骨組みがそこでできたんやろなみたいな。御堂筋歩いてて信号で止まってるトラックがフレッシュチーズって書いてて、うん、それを板尾さんがフレッシュチーズ、チーズは一回腐ってるからフレッシュはおかしいなって言い張って、うん、でそれを俺はこうなんか左後ろで見ながら、そうっすよね、そういうことですよねみたいな感じが今の俺の部分が、確かにそうか、みんなが気づいてるよ、気づいてないことを掘り下げる、当たり前だと思ってることが、いやおかしいやんっていうのが、そこでこうなんかできた感じが、あそれを鮮明に覚えてるんですね。でもジュニアさんはそれ責任持つわけじゃないですか、板尾さんのやり方をこう見て、うんうん、でも板尾さんはそれフレッシュチーズまた違う日に見たら、うんうまそうやなって言いそうですよね。あ、まあ、なあの、まあ、自然と言ってそうというか、はい、じゃあ結構板尾さんが芸人の根幹にあるめちゃめちゃでかい、はあ、ずっと一緒にいたんですか、その若手の頃。いた。でも板尾さん飲みに入らへんから、はいはいはい、何して遊んでたんですかその頃。板尾何してたのかな。でもずっとこうご飯食べさせてもらってたな。なんか女の子とかそんな、なんか板尾さんって好きそうじゃないじゃないですか。派手な飲み会。当時はね、当時はめちゃめちゃ好き。はいはい、ああ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ一緒になんか飲み会やったりとか。飲み会うーんっていうお世話やな、そうそうそう。そういう。意外だな、イメージないもんだって。そう考えると、千原兄弟さん、もしかして130Rさんとバランスは似てるかもしれないですね。確かに、もしかしたら。セイジさんと、そうだね。サーフィンやってそうだもんね、セイジさん。そう、で、女優、いろいろ時事、政治とかも好きだし、確かにほんまそうかも。確かにバランス、コンビバランスめちゃくちゃ似てるかもね。夢が最強ですね。僕、一個だけちょっと聞きたいことあるんですけど、うん、その今の若手で、こいつおもろいなって思うやつっているんですか、皆さんって。いろんな角度でも大丈夫なんですよ、どんなの。こいつちょっとまあ、ええセンスしてるなってい、いや、それは結構いるな。あ、いるんすか。いるな、やっぱり。でも、はい、その、ね、
ネタがおもろい、はいはい、でその先にこう突破できるかみたいなことがあるやん、はい、まずありますね。だネタでおもろいって思うのは誰なんですか。こいつのネタおもろいな。やっぱロングコートダディ、あー確かおもろいっすね。あと壁ポスターはおもろい、めっちゃおもろいっすね、確かに。あうわー、もうだからそういうことっすね、そっちですよね、やっぱり。でこれまあまあ M1 はあとやろうかな、はいはいはい、どうなってるかわかんないけど、 そこはおもろい。言ってもその決勝は2組出てますもんね。壁ポスター、壁ポスターとロングコートダディ、やっぱりネタおもろい。逆に平場おもろいなみたいなのもあるんですよ。そのあそれ、まあ、ちょっと別じゃない、その平場というか、こいつちょっとおもろいな。どうやろうな。どうやろうな。若手ね。でも、でもそこの2人、平場もまあまあおもろいもんね。はいはいはい。ロングコートダディですね。確かに。いらば、お前鬼越トマホークって言ってほしかったんちゃう。そんな浅はかなことは思わないよ。それも師匠の前で、ね、いやでも、はい、ほんまにあのマジでそんな あれなしで鬼越の平場湾にもかなり優秀、かなり点数高いです。それはだからここまで来てるわけやし、はい、師匠に言ってもらって、お前言わしたな、お前。お前がそんなに作ったの今。誠二さんは一応師匠の相方です。そうですね。師匠の兄。誠二さんは俺らの喧嘩芸をジュニアさんが作ってくれたっていうことすら知らなかったですからね。ほんまーって言って、あ、そうなんやーって。お笑いにあんまり興味はないんですよね。そう、それがいいのよ。それがいいのよ。ね、そのバランスで言うとちょっと誠二の方が興味あるもんね。うん、でも、はい、ちょいテレか。あ、言ってるか、はいはい、知ってるけどっていうことですね、はいはいはい、それ可愛らしいじゃないですか。誠二さんってやっぱり嫉妬とかはないですか。やっぱりジュニアさんのそのセンスとかさ、いろいろあるじゃないですか、に嫉妬してんなこいつって思うことはないですか。全くない、ないですか。もう、もうそれはただただお兄ちゃん、あ、弟の評価が良ければっていうだけの、はいはい、そこはもう誠二は完全にお兄ちゃんで、うん、まあ、それも単純に嬉しい。そう、それ一番いいですよね。それが確かにいいね、やっぱり。確かに弟の方が大成するってやっぱりあるじゃないですか。大谷翔平も、まあ、お兄ちゃんも野球やってますけど、大谷翔平の方がとか、うん、そう3兄弟いたらやっぱりあのサッカーの遠藤とかも3、うん、遠藤3兄弟一番後輩、うん、一番もう下が大成するみたいな。確かに意外とで、兄貴が弟っていう人もいれば、意外と弟の方が行くけど兄貴がいまだに立場上っていう、っていうもあるしね、はい、意外とね、あの強さんの方が当たり厳しいから、ね、いや、怖いから、レイジはいまだに強しのこと怖いらしいからな。そうなんですよ、言いますよね、うん、はい、ラジオとかだとやっぱ強さんが意外と強さんが主導権にいてて、やっぱ毒あるのは強さんですもんね、やっぱり、うん、ブラックな、そう、それも師匠に年金払って引退させたいなって言ってました。ね、レイさんがまあ師匠ワングランプリやろうやって、師匠ワングランプリで1回戦で落ちた師匠から引退させるようになって、2分でネタできへんやろっつって1回戦言ってましたね。1回戦2分やからって言ってました。意外とそうっすね、まあミキもそうっすね、完全に後世に逆らえないな。そうね、あれな、すごいな。やっぱりお兄ちゃんの方がガサツなんだよな、後世の方がグイグイいくんですよ、やっぱあるんだよそこは。うちなんかもしかしたら一番誠二が優しいんかも。あ、実はここまで弟の好き勝手してっていう、なるほど、もうネタなんか一切、いやいや、これはって言うたこと一個ないです。ないです、うん、全部ジュニアさんこうしてくれてたらやってくれるし、ね、うんうん、はあ、でもなんか信じてライブやろうって言ったら断られたんですよ。そうそう、辛かったじゃない、覚えるのか。覚えるのか。珍しいよな、俺らもジュニアさんにお世話になってるって言っても、そのジュニアさんの関西時代の話とか、うんうん、その生い立ちみたいのを
その大阪育ちでずっと十三さんに憧れてましたって芸人のそれが意外とそこの部分が歴史的に分かんなかったりするんで、だから後追いでこうね、そうね、スターウォーズみたいなね、うん、昔の、まあ、あとエピソードゼロ、エピソードゼロ、エピソードワン、ツー、スリーが分かってなかったりするんで、だからオリラジの中田さんとか多分そのずっと昔からそこの歴史含めての憧れてたっていう感じで語るじゃないですか。ジャックナイフ時代が俺を分からない、まあ、僕ら知らないからね、そのぐらいだから関東と関西って距離あったよね、距離あると思います、ね、多分今みたいだな、こんな、この感じじゃなかったですね、そうです、めちゃイケとかするのやっぱ育ったみたいなとこあるもんね、まあ僕らはまあそうやな、でめちゃイケで育って、あ山本さん面白いなと思って、で何年か経って共演した、あこんな、あこんな下手くそな、おこんな下手くそな人なんだ、甲状腺も突っ込んでたわ、ね、変なタイミングで変なタイミングで変なアイドルと結婚した、やめろやめろお前お前も同じだからな変なタイミングで変なアイドルと結婚してる、まあ、一緒なんだよお前より言うと師匠やんけ、そうですね、師匠だね、お前、はい、師匠だ、お前の上位互換がもう山本さんだからお前一緒なんだよ、適当だしね、それやるや、この系譜、この色、あーやりたい、やりたいっすね、いいっすね、なんか鬼越を YouTube でやってたら、でも僕ら特殊っすよ、そのジュニアさんの系譜だけどやっぱ東京芸人ですかね、ゴリゴリの、いやいやいや、お前は誰、はい、もうそのいやいや、もうそのいやいや、結局吉本にどんどん嫌われる系譜じゃないですか肉巻きおにぎり売ることになるぞ、そうそうそう今山本さんは吉本にいたいって言ってるけど、うん、もう会社はもう出てったもんだと思う、まあまあね、PC 管理ですからね、はい、山本さん、ジュニアさんの系譜は誰なんですか、じゃあ完全に、いや俺は三田さん、あの下です、下って言い方で後輩、それちょっと後輩をなるな、大阪時代から最初変わった、例えばあの方もそうじゃないですか、あの俳優さんやられてる三浦さん、あのもう僕もだからアウトレイジとか見てて、うん、わいい俳優さんだと思ったら、え芸人なのみたいな、それがもともとジュニア軍団なんですよね、ジュニア軍団っていうか、はい、三浦は吉本で芸人やってて、で東京行きますっつって俺よりちょい先に来てんねん、あ東京に、うん、で俺が東京に来て、当時渋谷の公園通り劇場っていうのがあって、はいはいはい、でその頃に今もう一人友達の豊田っていうのが映画監督やるっつって、それが初めてのデビュー作で、渋谷でポルノスターっていうのを撮るっていう時のなんか付き人みたいなんで三浦が来てて、そっからじゃあ俳優さんに、そういや俺そっからしばらくして芸人でピンでやってたけど、で吉本で俳優やるって言うから絶対やめとけっつって、ちゃんと役者事務所入って役者やった方がええっつって、今交流あるんですか、あるある全然、ああいやそういうのも知らなかったもん、ね、全然知らないね、分かるでしょ、鬼越軍団はそうですね、僕と金ちゃんで分かれるんですけど、うん、はい、僕は完全にその空気階段の鈴木もぐらと、そいつドイツってコンビ、ドイツドイツ市川刺身っていう、それはもう完全に公演、公演で、はい、ただそのちょっともぐらが優秀になりすぎて、そうですね、僕にもう月収とか隠し始めてるんで、そのレベル、はい、まだでも僕の前では可愛いクズ芸人でいてくれるんですけど、優秀な3人やな、そうですね、でも本当もぐらが1万5000円のね家賃に住んでて、800万、まあ、1000万近く借金ある頃から、ね、なんか毎日飯をおごってましたね、そうです、まさかでもこうなるとは、後輩があんな風になるとは奥さんもすごい優秀な方やろ、その全部借金してる人に全部電話して、そうですね、はい、奥さんも多分もぐらは全然大金を使う前から付き合ってたんで、それはもう支えてます、ね、隣でずっとね見てたわけだよね、駆け上がってる、僕はそのトニー・フランクっていう、うん、元歌う馬と魚、めちゃくちゃ可愛がっていて、そうめちゃくちゃ才能あるぞあいつも、おなんですけど、未だになんかそのバイトギリギリやってるぐらいの、あ
そう感じで、そうですね。ちょっと可愛がり方が違います。あの僕は後輩とあのご飯食べて、で楽しく過ごす。俺飯食おう。金ちゃんはトニーフランクを可愛がってるって言ってるんですけど、トニーフランクってギター弾けるんですよ。金ちゃんはそのトニーフランクを自分の家に呼んで、奥さんとトニーフランクと3人で食卓を囲みながら、ちょっと酔っ払ってくると、トニー俺の好きな歌弾いてくれって言ってあのゆずの栄光の架け橋を弾かしてトニーと金ちゃんで歌って嫁が泣くっていう意味のわかんない嫁泣くの、はい、そうっす意味のわかんない回を後輩を可愛がってるって言うんですよ。そうですね、まあ、そのちょっと酔っ払った時ですね、一緒に歌うとその嫁がその泣いて弾き語りの、はい、こんなにその楽しそうな旦那見るの初めてですっていう、はい、楽しそうな、やっぱアーティスト、やっぱアーティストの息子なんで、いやいや、アーティストって言うからな、はい、例えばだからウーマンラッシュアワーの中川パラディスさんを可愛がってますよ、俺が、逆に、はい、今仕事マジでないっすよ、本当に本当村本さんがアメリカ行くっつって、ジュニアさんの YouTube で、はい、パラディスさんとあのもう今賞レースチャンピオンって吉本食わすじゃないですか、絶対トレンディさんとかも最近仕事はないんですけど、うん、やっぱ3桁ぐらいあるんですよ、収入。えっ、はい、そうです、はい、ちゃんとあるんですよ。あれですよ、あの、たかしさんなんて先月半分休みだった、15日休み、うん、月収、うん、まあ、案件が、はい、でもパラダイスさんはもうザ・漫才チャンピオンで、賞、はい、レースチャンピオンは絶対吉本は、ね、企業とか与えて食わせてるんですけど、もういくらだろう、まあ、3万5000です。で本当にこれをお願いしたんですけど、パラダイスはめちゃくちゃおもろいん でただ地上波はもう絶対無理なんですよ、ゲストすぎて、うん、ちょジュニアさんのちょっと YouTube で一回ゲストで対談、そう、あめちゃくちゃおもろいんで、ぜひちょっと呼んでいただきたい。企業名産も持ってきてくれる、もう全部さらけ出すんです。本当に YouTube なら跳ねる可能性全然あるんです。本当やろうか、そうです、ね、いいですか、やっぱジュニアさんの YouTube はそれより高橋、いや高橋さん、高橋さんも呼んでください、高橋さんも呼んでください、あの本当、はい、吉本で一番幸せだと思って、はい、吉本内ブータンみたいな人生を送ってるんです。働いてないんですよでもお金あるんですよ。で斎藤さんめちゃくちゃ働いてるんですけど、はい、うん、ほぼ斎藤さんとも月収変わらないらしいですよ、でマネージャー、斎藤さんだってミュージカル、ミュージカルめちゃくちゃやってるんですけど、もうマネージャーさんからもいやさすがにこれはちょっともうやりすぎですと、なんでか分からない、単価のいい仕事は一緒にやってるんで、だからそういう風に状況になってるんですけど、パラダイスさんは本当にそれ6000万のマンションをこれ買ったんで、去年ぐらい、うん、で、うわ、一回ちょっと、ぜひちょっとジュニアさんのところで、うちのパラダイスをお願いします、本当に、うちのパラダイスを、はい、そうですね、ジュニアさんのチャンネル、やっぱ、僕、あのだからいろいろ、ここで面白い企画いっぱいあるじゃないですか、うん、薄めで見たんですよ、企画全体を。うん、あ、これ SDGs だなって仕事ない芸人、何やってるか芸人 SDGs サイクル、はい、我々もざっくりハイタッチでやっぱ SDGs に南川さんとかもね、南川さんもね、やっぱ箸にも棒にもかからない、うん、やっぱそこってやっぱジュニアさんめちゃくちゃうまいって言ったらあれですけどじゃないですか、やっぱそこから引き上げるっていう、だから一回ちょっとジュニアさんの YouTube で取り上げていただきたいですね、トークめちゃくちゃおもろいです、ね、ただやっぱ今のテレビにはハマらないですよね、なるほど、そのクレイジーなんでだいぶ、うん、でただクレイジーすぎてめちゃくちゃおもろいんで、うん、それちょっと一回お前あんまハードル上げんの、居酒屋金ちゃんめっちゃ美味しいんでって言ってたけど、まあまあでも一回だけちょっと一回だけ出てくれるかなあいつ、いやぜひ、いやもちろんだって今収録ぐらい休みですよ本当に、あの、うん、だから本当に言ってたのが3ヶ月先までで仕事が2つしか仮でしか入ってないって言って、それがさんまのお笑い向上委員会とザオーって言ってたんですよ。めちゃくちゃストロングお笑いマンキーみたいな久しぶりに出たのが、はい、腕もなまりすぎてるのにそこ出されたら困るねって言ってたんで、ぜひちょっとジュニアさんの YouTube 出させていただいて、うちのパラダイスさんと、それやるわじゃあ、はい、お願いします。僕らもうスタッフさんも全然しっかりしてなくて、スタッフも来ないんですよ、はい、今日ジュニアさんとコラボするから来て1本撮ってって言ったら今日行けませんよ僕らも自分たち企画考えて全部やってるんで、もう枯渇してきて、今
池田さんに1個もらう、ちょっといただきたいですけど、なんとかランキングみたいな、はい、だこんな企画ちょっとお前らやったらなんかええんちゃうみたいな、なんかないっす、ね、最近で跳ねたやつでいうと何ランキングをやってるんですか。ランキングをやってるんですか。どういうランキングだ。いや本当に良かったのは本当に怖い男芸人ランキングとか、うん、でそういうのでそのあの本当に怖い人たちを本当に上げていくんですけど、それでその村上昌司師匠とか上げたりとかしたら、そこから結構それが跳ねて村上昌司師匠の友人も呼んでもらってる関係性も、はい、あと一物が小さい芸人ランキングで想像でね伊集院さんを2位にしたら、伊集院さんがアンサーでアンサー動画をちっちゃくねえよっつってあの見せて、ほんとちっちゃいっていうのそれもまた動画にさせてもらったりとか、あとも山田久美子さんよくうちの店も来られて来ていただいてるんですけど、もう一緒にコラボしたりとかそれも伸びたりとか、あとあれじゃない、最近で言ったらね能力がないのに、あそうですね、あの軍団作ってる芸人ランキング、それはなんか40万再生ぐらい。だからパラダイスさんも、僕パラダイス軍団なんで、はい、パラダイスさんとか、あとまあ、あの山本さん、極楽山本さんとか、そうですね、いまだ、まあ、あんまり能力、トップに立つ能力ないのに、軍団引き連れてるっていうランキングとかも伸びてるんで。あと土下座したら抜いてくれそうな女芸人ランキング。はい、これちょっと賛否両論。オズワルドの伊藤さん、ね、の伊藤にもらったやつで。はい、やランキングだけでももう100本ぐらいやってるってもう結構出てますね、もうで枯渇してるんですよ、正直、ですし、まあ、もしランキングじゃなくてもな、こんなとこロケ行ったらええやんとか、そういうなんかあったら、結構攻めた企画でも、ジュニアさんがやれって言ったっていう、やめろ、後ろ盾があったらいくらでもできるんですよ、本当に。自分たち考えたわけじゃないっていうのを言えれば、できるんで、なんかね、それ、本当にもう長くしちゃったんですよね。じゃあお前らが次にやるやつ、手土産に持って行ったら喜ばれるスイーツ一回やろう一回やろう一回やろう分丸くなるいいな意外と意外といいかも、めちゃくちゃグネ王がやる、患者師渡部さんがやりそうな逆にそういうのが、いやそう一回やっぱ芸人から遠ざかんないともうなくなるから、確かにね、そうですね、でも一個いいかもしれないですよ、それちょっとグルメ系やった方がいいよ、 YouTube になるか、まあ、あと楽屋に置いてあったら嬉しい弁当ランキングとかね、でそんなのそれはだいぶお前らに近い、はい、スイーツ手土産手土産に持ってったら、確かにベタなやつはもう喜ばないもんね、確かに今も、うん、確かにこれっていう、これいいよ、このままさ、もし、はい、あのこの企画がバズったりしたら、はい、あの浜ちゃんがにまた呼んでもらえるかも、取り寄せ取り寄せでグラムで一つ言うのは、はい、絶対バズらない毎回大変じゃないですか、結構 YouTuber どんな感じでもう行き当たりばったり、行き当たりばったり、あでも無限大ホールパッて行って感じとか、そうあそれはすごいね、すごいそんな考えてない、ああ、うん、だって伊集院さんの対談とか聞いちゃうもん、確か俺めちゃくちゃもう好きで、ね、あれで伊集院さんを知ったみたいな、これそのバックボーンを全部知って、知らないもんね、そうでそれでまあその話もさせてもらって、いやあれもめちゃくちゃおもろかったですね、やっぱジュニアさんがそのやっぱりもちろん喋り手としてもうまいですけど、聞き手のやっぱ能力が高くて、うん、勝手にそうで評論しちゃってそのあれがもうめちゃくちゃおもろかったですね、本当に、うん、そんなお前上品なこと言うな、お前ジュニアさん次俺、はい、ちょっとお父さんと対談して、いや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 、これ以外の話も、いや俺一本最後これ出すこのチャンネル見てるやつは全員クズだ、お前らはもうクズが確定してる、チャンネル登録はしたからだ、みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように、というわけで次の動画はこちら。